皆さんこんにちは。卓球ライフサポーターのカピーです。動画ご覧いただきありがとうございます。今日はですね、インターハイ予選やったんですよ。ちょっと以前ね、子供のことについて語った動画でも言ったんですけど、インターハイ予選兄弟対決あるぞって予言したらですね、思ったら本当に対戦しました。すごい、いや本当にすごいんですよね。びっくりしましたね。まあ、岐阜はまず予選トーナメントがあって8ブロック決めて、でベスト8決めるんですよね。でその時、今日その3回戦からやったんですけど、鉄平は集中力バリバリで予選トーナメント抜けて、で浩平がもう本当苦しい試合を苦しい試合をなんとか乗り切ってベスト8入って、で決勝リーグは 4-4 で 2ブロックに AB リーグ分かれてやるんですけど、で岐阜の場合は1位抜けはもう決勝の決勝、1位2位決定戦で、2位3位になったら AB の2位3位同士でまた決定戦、3位から6位決定戦をやるんですよ。で4位になったら7位8位決定戦ってやるんですけど、いや本当びっくりしたのが、ポイントでなんか分かれるらしいんですけど、鉄平と浩平が同じリーグになって、おーすごい。で初戦は外れたんですよね。で鉄平頑張ってまず1勝あげて、で浩平先輩に逆転勝ちをして、お互い一勝で、で次の試合が勝ち負け勝ち負けなんで、対戦なかったんですよね。で鉄平頑張って2勝して、で浩平先輩負けちゃって1勝1敗になって、最後決戦ですよ、兄弟対決。鉄平が勝ったらもう文句なし1位でも、もし負けちゃったらまだ隣のブロックも隣の組もの結果によってちょっと変わっちゃう。で浩平も、浩平勝っても負けてももう一個の組によって変わっちゃうという状況で、で始まったんですよ。本当どっち応援するかですよね。もうでも決めましたよ、僕は両方応援するって。鉄平がなんかうんってなってたらもう鉄平頑張れって、浩平がうんってなってたらもう浩平頑張れって、でお互いいいプレッシャーだ、おいぞーっていう風で、もう周りがね、もう釘付けですよ。なんせフルゲームの50分やりましたね、50分、すごい。もうその1台しかないんですよ、もう最後みんな見てね、みんなでうわーって言ったりね、わーとか言ったりね、すっごい興奮しました。もう手びっちゃびちゃ、もうほっとありがとうございます。でね、途中で隣のもう一組が終わっちゃったんで、もう鉄平が勝ったら1位、負けたら2位で、浩平勝ったら1位、負けたら4位っていうところで、鉄平2-1の 10-7 リードから浩平の驚異の粘りによって浩平ちゃんが勝っちゃいましたね。フルゲーム13対11でした。いやすごかったですね。で浩平1位抜けしたので、隣のブロックの1位と決勝をやって、負けちゃったんで2位通過で、鉄平は2位やったので3位から6位決定戦の初戦、もう気持ちを切らすことなくちゃんと自分を見つめて、自分の今やるべきことを最大限にやって勝って2勝を挙げて、とりあえずベスト4確定して、で3、4決定戦ちょっと負けちゃったんですけど、兄弟揃ってインターハイ行けることになりました。本当にありがとうございました。もう練習行かせてもらったところとか、もう応援してくれた方々も、本当協力してくれた方々も、本当にありがとうございました。今日この T シャツ、実はねこれですよ、これ作、もう心と体がねちゃんと豊かになる、その気持ちを忘れずにこれ来て2人の応援をしました。本当に本当に
当にありがとうございます。本当ね、思ったことがね、叶った。願ったことが叶った。本当に良かったです。また、応援をよろしくお願いします。僕も、頑張ります。今日は以上です。僕の動画は、まあ、こうやって、全然コンテンツないんですけど、まあ、大体、気持ちのこととか、まあ、体のこととか、まあ、たまにちょっと卓球の動画もあげようかなって思ってるんですけど、まあ、何か、あなたの卓球ライフに、何かいいヒントとかアイディアに繋がればいいかなと思って、動画を撮っていきますので、ぜひぜひ、チャンネル登録も、まあ、コメントも、よろしくお願いします。本当にありがとうございました。それでは。